皆さんこんにちは、工芸のノルチです。どうもコスケです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで今回もサモンズゴールやっていきたいと思います。はいはい、ということで今回はこちら、バトディグラー。本当にこうやって読むの？まあ、ハロウィンですね。はい、ハロウィンが来ているということで、こちらもですね、新キャラクター見ていきたいと思うんですけど、うん、今回ですね、目玉キャラは2体かなというところで、はい、マネーハとあとゼストですね、はい、まあ、それぞれ特徴があるんですけど、あとですね、デイシュが覚醒しました。はい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 。で、一応新キャラとしては、不思議な森のマットグル、はいはいはい、とあとレブメンも追加されていますと、はい、いうのでキャラクターなんですけど、うん、強いです、このキャラクター。攻撃タイプまたはカウンタータイプの味方、オートダメージまたは連鎖追撃状態の時に攻撃力30倍、うん、HP が 2.5 倍の毎ターン HP が1000回復ということで、まあ、スキル封印されちゃったりすると結構きつい条件になるけど、うんうん、通常のところであればすぐ、30倍の倍率が出せるかなと。しかも隠しアイテム見つけるから絶対見つけるよね。そうだね。で、隠しアイテムの中でスキルブーストとかあったりすると結構相性がいいかなという感じでございます。でこちらビックリベア、速攻で攻撃タイプまたはカウンタータイプの味方全体に攻撃力30倍、うん、縦横斜め前列防護貫通オートダメージ持続症、はい、オフよ、2ターンの間、縦横斜め前列の敵に攻撃力30倍、防護貫通ダメージ連鎖追撃状態になると、うん、まあ、ただですねこれ、連鎖追撃オートダメージで30倍になるんですけど、最短3ターンで、持続症が、まあ、1ターンとかで切れる可能性ある。そう、うまく続けばいいんだけど2ターンとかいったんだよね、大体。そうだね、なもんで、まあ、空きができる可能性が高いと、うん、いうことで、まあ、びっくり、このね、ビックライテムを見つけてスキルブーストとかすれば、まあ、ずっと回せるよという感じのキャラクターになってますと、はいはい、そしてで一応ちょっと紹介しておきたいのがデリッシュの覚醒ですね。覚醒変身後、まあ、前はまあみんな知ってると思うんでいいんですけど、うん、覚醒変身後に関してはスキルがですね、なるほどね、スキルがですね、うん、速攻で自身が1ターンの間20周囲マスの敵に光属性攻撃力100倍ダメージ連鎖追撃状態&敵全体1ターンの受けるダメージが2倍と、あ、無理やりバフデバフかけられるんだ。そう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 。でなおかつまあまあまあネーハと組ませるんであれば、うん、まあ、ちょっと相性は微妙なとこあるんだけど、1ターンの空きを自分だけデリッシュは保管できる、うんうん、ただスキル共鳴柱が防護貫通の音ダメージとかだと、ぶっ壊れちゃうんで、はいはいはい、まあ、この辺はちょっと相性どうなんだろうなっていう感じ。ネーハが防護貫通ついちゃってるから、うん、っていうところですと、はい、あれはどうなんだ TP スキル、はい、T スキルか。光補正またカウンタータイプの味方全体が5ターンの間20周いますの敵に攻撃力10倍ダメージ連鎖追撃状態になると。あ、悪くないですね、うん、これで間を保管するのもありだしみたいな、まあ、使い方次第ですね。あとはいいね、おーおおおいいね。やっぱサマズは基本的に後ろ姿がいいんだな。あ、いいね。なんかでもこのさ、あれだね、こういう可愛い系とかで、しかもハロウィンってなるとさ、可愛いかける可愛いが多いけど、今回なんかちょっとこう周り怖い、リアル寄りというか、うん、このかぼちゃもだし、あとなんかその可愛いキャラたちも結構凛とした顔をしているっていう、うんうん、ちょっとそのちゃんとゴースト感出してきてる、はいはい、可愛い。でもこんな子いないかな。え、急に急にその願望出してくる。いねっか、ゲームに。はい、そしてお待ちかねイケメンです、ゼスト君。ゼスト君は光属性またはディフェンスタイプの味方 HP1% 以上回復したターンは攻撃力25倍、うん、でダメージを 65%。 光属性、え、光属性って本当、火属性ね、うん、火属性またはディフェンスタイプの味方は HP1% 以上回復したターンは攻撃力が25倍、はい、ダメージを 65% 軽減、うん、HP50% で各自1回復活ということ、これ何、あ、毒耐性で全体、まあ、復活があるのが強いのと 65% 軽減ってのも強いですね、うん、はい、そして読めな小さい。速攻で光属性またはディフェンスタイプの味方いずれか1体を選択してオートバフ状態、うん、でこのバフ状態が自身はスキルターン1ターン減少持続中なんで、多分2、3ターン長ければ4ターンぐらいいくのかな、の間毎ターン多分スキルを1減らす、うん、
でスキルターン基本1ターンに1減るんで、まあ、2減っていくのかなという感じでございます、はい、で2ターンの間2万ダメージをブロック &HP 上限低下シールを付与、これも強いですね。で味方全体が即時 HP9000 回復という感じで、まあ、HP を回復することによって、バフも乗っていく、リーダースキルのバフも乗っていくので、回復キャラはでもつけなきゃダメそうだね。そうね、うん、はい、見ただけサポートなんだ。そうだね、はい、そんな感じでございます、まあ、この辺り当たりなんですけど、私デイシュ持ってるんで、うん、まあ、ネイハでも、まあ、ゼストでもどっちでも大丈夫かなという感じでございます、はい、あと俺 サブールかな、これね、あの仮面取ったバージョン。そう、しかもさ、サブールって俺どっかでね使えるって言ってた。なんかさ、塔か塔か塔だよね、塔か。なんかさ、2個前ぐらいに来た塔でサブールが適正みたいな、あれじゃない、年末じゃない、それこそ去年の末かな、あのサブールいればみたいな言ってた気がするかもしれん。なんかみんなコメントでもサブールあればって、はい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 、言ってた気がするみたいなのもあるんで、まあ、そこも狙えたらなと、うん、俺譲りがいたっけ。でなんかね、他のねハロウィンキャラクターもね、うん、ちょい強くなったらしい。ああ、強化されてる、うん、ユズリア、あ、いますね、私、あ、持ってる、はい、なので今回狙うところとしては、まあ、上にいた、そうね、プラスサブールかなと、うん、オナイクで、はい、星5もあるからね。そうだね、喜んじゃう可能性ある。確かにこれ結構でも、あの新キャラ演出ありそうな予感ね、っていう前振りね。はい、あ、これレブメンね。まあまあこれでもう、あ、まあこれで今後当たり、うん、当たりとかね、そのね、止まればね、おお、デリちゃん、デリッシュ出ていく、デリちゃん、おいおい、まあまあ、おかしいだろデリッシュ出る、まあ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 いいでしょう、落ちてきました。おい、本来デリッシュはもうね、てかデリッシュはもう一生使いどころ、うん、あるから可愛いし、うん、まあ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 、でも出ない時出ないからはい、あとはもう一回出ればいいんだよ、こうやって、まあここまでは余興ですよ、うん、なるほどね、ここからね本番、そう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 、本番いきますデリッシュ出てるし、でも当たりだけど、でも今のところ前回、うん、あ、この2回に2回とも演出入ってるんで、うん、はいはいはい、ここもつまりですよ、ここでしましたと、つまりですよ、これはもうね、来ます、トン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 、止まれば同じ、止まれー、ふっ、まあまあまあ、ここで1回クッション挟むことによって、ね、はい、次で2回演出が入ると、いう確定演出が、そういうことですね、だって決まったと、じゃないとおかしいもん、俺いっぱい欲しかったのにさ、まあ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 、出ないとおかしいじゃん、まあまあまあ、はい、おけー、止まれ、あいいよ、止まれ、お、来るぞ、あビンゴすごい、いらねー、俺ちょ、おめでとうビンゴ、久しぶりに来ましたね、ビンゴじゃん。だとしたらダブルビンゴまで行ってほしかった、あ、ダブルビンゴまで行ってほしかったですけど、はい、でも俺っちあれじゃない、あと30、あと30、いや無理だな、これ何でやる、ちなみにどうせランダムでしょう、これえ、うわ、しかも結構多いじゃん、年波 20% だよ、いやいや、でもこれで、ね、年波以外当たる可能性は高い、かけそう、いや他 9% 入れんなよな、まあ、3体にしてほしかったな、そうだね、そのゼスとか新ゼスとかデリッシュか、うん、まあまあまあ、ちょっと、あ、まあ考えます、はい、考えるけど多分回さないような気持ちもある、はい、とはいえですよ、今回のキャラクターマジで強力なんで、うん、あの普通に追っかけてもいいレベルかなと思っております、はい、しかもね、あのこれ季節物って来ないから1年、そうなの、ね、しかもさ、ハロウィンって来ないよね、なかなか、なんかでもなんか最近かこつけて出してる、なんか、うん、なんかウェディングのやつとかもなんかどっから出たっけ、ちょっと一瞬で出てたもんね、そうそうそう、どっから出る可能性あるけど、こんだけ確率高いのは今な気がする、うん、はい、ということで、まあ、皆さんぜひですね、狙える方は狙ってほしいなと思います、はい。
といった感じで今回の動画は以上となります。それではまた、バイバイ。